にゃんせよ、かおるいみだ。はい、ということで、ててーん、じゃじゃーん、こちら、何のアーケードでしょう。ファンジャン市場でございます。イエーイ。ということで、今日は久しぶりに、ててーん、ファンジャン市場にやってまいりました。イエーイ。で、いつもね、ファンジャン市場朝ごはん食べに来るんですけど、今日はなんと、今ね、現在午後4時です。すごい、なんか私にしてはすげえ遅い撮影時間ですね。この間ねコメント欄にかおるちゃん夜ご飯も見たいですって言われたんですけど、夜ご飯の時って撮影すごくね難しいんですよ。人もすごく多いし、お店の迷惑になっちゃうしね、お酒飲んだりする方もすごい多いので、夜の撮影は私はちょっと控えてるんですけれども、控えてるっていうかもう全くほぼしてないね今は朝ごはんとお昼ご飯やってるんですけれども、今日は久しぶりにファンジャン市場でお昼夜ご飯みたいな、はい、感じで食べていきたいと思います。いつも私ファンジャン市場向かうときはチョンロ小川駅の7番出口か8番出口から出て横からこう切り込んでいくんですけど、今日はちょっと違うところから、はい、切り込みを入れていきたいと思います。ちょっと多分入っていく感じ、食べ物じゃないところから入っていって、どんどんこう中心に向かっていくような感じで、はい、行きたいと思います。てかね、水が買いたいんだけど全然あれがないの、コンビニがないんだけどコンビニより薬局の方が多いっていうね。薬局で水で買えるのかな。まあいいや、とりあえず、はい、それではね、久しぶりのファンジャン市場、多分今4時ぐらいだからすごい人も多いと思うんですけれども、どんな感じなのか見ていきたいと思います。それではゴー。ここにすげえちっちゃく申し訳なさそうに CU が入ってるから、ここでお水買っていきます。よいしょ、お水高いね。お店っぽ1100円ですよ。あに？いい子や。じゃん、はい、アイシス買いました、お水。じゃん、はい、じゃあ今日こちらファンジャン市場の北一番の出口、いや北一門出口です。なんかここら辺は帽子だったりとか、あとハンボック、センワランボックとか韓国のね服とか売ってるんだけど、すごいなんかね、友達ん家のおばあちゃん家みたいな匂いするなんかさ、韓国のおばちゃんが着てる服とか帽子とかで、ここ入ってきてすぐこういうちょっと開けた場所になるんですけど、ここが夕方から開く、まあ、お酒も飲めるしみたいな感じで、お酒のつまみですね、まあ、メインはつまみだね、ご飯ってよりも。でもコプチャンとかもあるし、普通に屋台でも、ここは朝はやってないですね、うん、もう多分観光地だからすごい外国観光客が多いだろうな。お魚屋さんです。よくなんか見るやつや、お面。ここ美味しいとこや、プチョンユッケ。私前食べたけど美味しいとこあった、美味しかった。これなにかと思ったら乾燥トマトか、あ、で、いちごだ。はい、もう目の前があれですね、もうメイン通りになります。ピンデットのお店が上がって固まってる交差点ですね。これがコマキンパ、スンデチョッパエ。すごい人が多い。やっぱ朝っぱらとは違うな、この時間は。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ちょっと、なに、いつも違うんで、逆だよ。はい、これ、잘지내셨어요。はい。はい、별일없이잘지냈어요。제가저기유튜브에올리고나서여기팬분들이와가지고아줌마들이랑같이사진찍고막그러던데 되게잘해주셨다고얘기많이들었어요。이제돼지꼬리는없어졌어요？여름이돼서안했어요。이제좀지나고이제조금찬바람나면그때해야지。지금은너무쉬워。빨리빨리쉬어버리니까일단여름국수하나주세요。네언니는안신김치좋아해요？저신김치좋아해요。暑くないですか？ここが暑いですよ。ここが暑いですよね。全然涼しい。やっぱそうですか？네감사합니다。짠。선물다드려요。네。짠、여름국수です。짠。
との冷麺も行ったんですよ。あ、どこの冷麺ですか？あの 裏の切り切り丼。あ、どうでした？美味しかった。美味しかった。よかった。ユクス飲みました？え、なんか一瞬出されるちょっと、ね、微妙なスープみたいな。え、獣の。わかりました。まさにその通りだ。あの雨の日、あの遊んで帰ってきたワンちゃんの入所。でもなんかあれ結構好き嫌いが分かれるみたいで。じゃん。はい、ヨルムクスです。なんかおばちゃんが酸っぱくなっちゃったキムチか普通のキムチどっちがいいですかって聞いてくれたの。だから酸っぱいキムチが苦手な人でも浅漬けのキムチにしてくれるかもしれない。私酸っぱいキムチ好きだから全然いいんだけど。キムチがちょっと味かねえ。さっくんとつけてねえ。あー、感謝みたー。成功かです。うわ、うまっ。なんかおばちゃんがね、そんなになんか小さい体でもっぱんするの辛いだろうにって言われたんだけど、別に辛くはないんですよ。多分人より消化がめっちゃ早くて、そう、お腹が結構すぐすく、いっぱい食べるってよりもすぐすく。見た目でちょっとみたいな。日本でなんかこうなんか新パック。あ、なんてやつ。で、そろそろ食べたら。うまいみたいな。スンデック、あのスープやってるやつ。食べました。よかったです。お、お姉スンデックだな。え、ちゃんと한데그언니도スンデック좋아하신대요。일본사람들이スンデ무서워서못먹는사람이많거든요。え、보는거조금무섭긴하잖아요。で、スンデが그거スンデック에들어가는게이거보다좀작은거야。あ、頑張ってください。ありがとうございます。楽しんでください。また見ます。楽しみにします。ありがとう。このね、中に入れてくれるこの何キムチがヨルムキムチっていうキムチなんだけど、これがサクサクで美味しい。普通の白菜キムチで新キムチっていうとなんかかなり酸っぱい感じあるじゃん。なんか日本人的にはあれ、これもしかしても有効期間じゃなくて何だっけ有効期間過ぎちゃってるのかなみたいな感じで感じてしまうから苦手っていう人もいるけど、ヨルムキムチの新キムチはそんな感じは、そんなに酸っぱい感じはしない。多分日本人でもいけると思う。外国人に많이늘었죠。うん、そう、많이늘었어。日本사람도유럽인들이많아。뭐홍콩、대만、뭐타이완。근데제가보기에는한국사람도코로나전보다는많아진것같아요。그쵸？여기한국인이니까。옛날에는여기한국인인데한국인별로없어가지고。그쵸？더운여름에는그거안돼。그래도오늘낮에같은경우는너무더웠어요。아침에10일까하세요가게는나는한7시에나와서이제뭐준비하고어떻게될지가다보면은이제한9시정도에사람이오기시작해요。둘째주일요일날은여기가문을닫아。아둘째주일요일이요？다전체？아니전체는아니고저기까지저기중간까지만이렇게닫고그다음에이제넷째주에는또저쪽이쉬고첫째주에는저쪽이쉬고아머리밥저기쉬고다음이쪽쉬고아그돌아가면서쉬는거예요？처음알았다 여기계속다니는데 첫째는어디가쉬어요？저기정가게정가게아그민대떡저기쭉가라첫막팔고그러잖아요。네아맞아진짜何年もこうやってさ관전수단紹介したりとか食べに来てたけど初めて知った。なんかこの各お店の人がなんか自分で休みの日決めてさ休んでるかと思ったけど、そういう決まりがあるのね。
さ、私その来るたびにいろんなお店行ってて、今日も初めて同じお店に2回目来たんですよ。で前はナムドチューってお店だったと思うんだけど、そのね目の前にナムドチューがあるんだよ。でもお店のおばちゃんが違うから、私を対応してくれたおばちゃんが今日休みなのか、それとも中の人がもう完全に変わっちゃったのかは分からんけど、今日来たお店の人はいつだったの、このおばちゃんいつだったっけな、結構長いよ。なんかパッと見、お、ちょっと日本人だったらビビるかもしれないんですけど、強い母の中にある優しさみたいな、そういう感じのお母さんです。で、値段なんですけど、私ちょっと値上がりしてるかなと思ったの。大きく値上がりしてるものないっすね。で、私が好きな手じこりってあのなんか豚の尻尾をちょっと今日は楽しみに来たんだけど、なんか夏はすぐこう腐っちゃうから、ちょっと涼しくなったらまた出るらしいですね。また涼しくなったら来よう。やっぱり観光地ってだけあって、外国人すごく多いし、でもなんか前より客引きがそんなにひどくない感じはするから、いろいろ見やすいと思う。前はさ、なんか見てると座って座ってみたいな感じでちょっと見てて、日本人だったら目合わせてああみたいになって断れずに座っちゃうみたいな、多分経験ある方すごい多いと思うんですけど、そういうのじゃなくて普通になんかこうちらーって見ていける感じ、私は感じたのはそんな感じ。そこまでね見てて気まずい感じはない。すごいね、ここのお母さんなんか多分テレアなのか口豚なのか分かんないけど、なんかこう作業しながらすごい気にしてくれるのが分かるので、ちょっと目が合うと笑ってくれて、口豚だからもしかしたらそんなに香織ちゃん言うこと言ってそんなになんかニコニコとか話しかけてくれたりしないやんって思うかもしれないけど、すごくいいお母さんです。だってさっきもさ、ちょっと混ぜてたらさ、キムチもっといるとか言ってくれるしさ、ね。ということで、俺よりもごくすが行くちょなんです、行くせんを。で、ちなみに基本的に市場は現金払いなので、現金準備してくれるといいと思います。여기계산이요。맛있게잘먹었어요。네、잘먹었습니다。아마전에왔을때가한 2, 3년됐을거네、그쵸。네、カロル맞아요。아、기억하시다、감사합니다。네무뼈닭발먹었어요여기는많이다녔는데두번오는가게는여기가처음이에요일부러오늘찾아갔거든요네근데가게이름을기억이안나가지고이모님얼굴계속한번씩보면서아여기다해서들어왔어요얼굴은기억하고있었는데번호를도저히몇년전이라기억이안나는거예요가게이름이나하고뭐무슨집무슨집많잖아요헷갈려가지고근데얼굴보고왔어요오대구에는일본아외국분도다한국말을아세요아어저도외국인이긴하지만다기본적인말이네요안녕하세요감사합니다얼마예요언니뭐살도안찌고키우네요아나이는들었어요 여기는가족분이세요、네、어어머님이랑따님이요좋겠다뭘좋아일하시면서다뭐계속다니는가게같은건있어요혹시뭐여기아맨그러겠다그러겠네요결혼했잖아요네한국사람오이남자가이렇게아니자기만이렇게먹고가면어떻게신랑은다아아괜찮아요집에서못먹겠죠 네바이바이감사합니다네많이파세요네야久しぶりなのに名前まで覚えてくれてめちゃめちゃ嬉しいんだけど、しかもその時に娘さんは行ったのか後から来たのかで長く喋ったのがおばちゃんだったのね、お母さんの方で、なのにあ、カオルって言ってくれるのすごい嬉しい。はい、じゃあ美味しく食べたのでちょっとぐるっと行ってみますか。ということでこちらの通りが第4週目の日曜日が休みっていう通りですね。あーやっぱりお刺身のお店なんだけど、やっぱりお酒飲んでる人多いですね。おーやっぱお刺身多いな。うわ
前と全然雰囲気変わったな。え、待って、ビビンパのお店がほぼなくなってるな。ここまで来てようやっと1個目損壊物。え、ビビンパのお店がほぼ全滅してますね。今この時期で暑いからなのかな、なんか野菜が傷んじゃうから。ビビンパのお店がないっすね、ほぼ。びっくり。で、こっち側がチョンゲチョンで、もう一回ここが、はい、有名なネットフリックスのお店ですね。おばちゃんいないね、今日はいないですね。いや、ここもビビンパのお店だけど麺類だけしか書いて、なんで、なくなっちゃったんかな。一人前ピンス美味しそうだけど休みだ。はい、じゃあこちらがビンテッドから上の、上ってかまた反対方向ですね。あのビビンパップのお店の反対方向です。こっちはチヂミとかが多いですね。おー、こんなのせ、こんなの鮮魚ったなんて。へえ、初めて見た。こんな感じで中にあんことくるみが入ってる感じか。あちょっと失敗しちゃったね撮ってたから緊張しちゃったのかもしれない。アイスクリームもあるし、コーヒーもあるし、ハイボール、これがハイボールで、これアールグレーハイボールだって。ここのホットクが、あ、じゃあなんかトッポッキがめちゃめちゃ太めのトッポッキだった、うん、はい、じゃあちょっと、うわ、待って、やばい。ここのパンザンシザンからこっからグワーって並んでる。あー、こんにちはホットク屋さん、え、やばくない？え、やばくない？あの並びをやばくない？今日でもやっぱり久しぶりに来たから食べようかなって思ったんだけど、ちょっと心折れちゃった、ごめん。私もともと今日行こうと思ってたのがテッカパンってね、新しいシリーズが出たということで行こうと思ってたんですけど、さっき私ライブやったんですよ。で、ライブやった時にメガコーヒーだっけな、どっかでもまた新しいなんか出たっていうことで、ちょっと適当にそこら辺の、え、待って、ゴーマンゴーがある、ゴーマンゴー行っていい？ねえ、みんな、ゴーマンゴーができたよ。カンチャン市場の近くにゴーマンゴーができたよ。このお店最初コンデイックにしかなくて、その後マンゴーン駅とかにもできたし、ステイク駅にもできたし、いろんなところにできててね。みんなこれ絶対飲んでほしいの。このね、上のマンゴーアイスもめっちゃ美味しいし、しかも横にさ、プリクラ撮るとかあるよ。え、待って、 BTS と一緒に撮れるってよ。すごい、なんかジンくんさ、親戚のお兄ちゃんと写真撮る感やばくない？シュガーが一番なんかナムチンカット撮れるかもしれないな。2017年度の BTS 写真が撮れて、過去の推し6年前の推し写真が撮れるよ、やばない？ちょっとメニュー見せてあげるね。これが食後のマンゴー、これがマンゴージュース、あ、量が違うって感じで、私がおすすめするのはこれ、マンゴーココナッツ、これマジ美味しい。下がマンゴーで上にココナッツクリームみたいなのがあったんだけど、マジで美味しい。これ、ここのコーヒーは飲んだことないな。マンゴーインマンゴーってさ、マンゴーの中に生マンゴー入ってるの結構ウケんだけど、私マンゴーココナッツのもあった。私もともと今日行こうと思ってたのがテッカパンって、ね、新しいなんか出たっていうことL サイズが一番ちっちゃいのだね。290円、安いので、これカード決済なんだけど、現金がいいよって人はカウンター、ここのピックアップのとこに行けば、はい、キャッシュでも買えます。じゃーん、なんかここすごいいっぱいココナッツフォーム入れてくれた、嬉しい。これが美味しいんですよ。2017年ってことはさ、5年前、2017年とか私何してた、あ、 YouTube やってたわ今さ、 BTS 好きの日本人の視聴者さん通らないかな。そしたら一緒にさ、 BTS と一緒に写真撮るのに、こういう時
に限って視聴者さんって合わないんだよねということで、はい、こちらじゃん、予定にもなかったごマンゴーを飲んでいます。なんでですか？あのさ、私今日ペクタパンの新商品が出たからペクタパン飲むって朝から決めてたのに、目に入ってきた情報に端からもうなんか影響されて買っちゃったり飲んじゃったりさ、するのやめたい。本当計画性のなさの塊、計画性のなさ、アジア大会1位って感じ。はい、これをね混ぜるんですよ、こんな感じね。私ちなみにね、ちっちゃい時からすごいお母さんに一番言われてた口癖というか、お母さんが一番私に言ったであろう単語の一つが優先順位だったの。甘うまうま、いやゴーマンゴーマジで一回飲んでほしい。なんかジューシーとかペクタパンとかベンティとかさ、コンポースコーヒーとかなんかいろいろ多分みんな飲みたいね、コーヒーチェーン店とかあると思うんだけど、本当にゴーマンゴー飲んで、もう一度おすすめするけど、ゴーマンゴーこれでこの大きさでマンゴーとココナッツクリームが入って290円ですよ、やばくない？あのさ、さっきのさ、私の横にね、キンパクトトッポッケ買ってったあの外国からのお客さん、外国の観光客さんも韓国語でね注文したんですよ。いやなんかおばちゃんも言ってたけど、本当に前は英語で注文したりとか英語で聞いてくる人がもちろん多かったんだけど、最近はね韓国語でみんな聞くみたいで、基本的なことは全部覚えてくるんですねって。私それすごいなと思ったんだけど、多分絶対的に BTS バンタンがね影響してると思うんだよね。ヨーロッパでもアジアでもアメリカでもね、アフリカでももちろん英語は通用しますよ、通用しますよ、全世界共通語ですから。でも英語が全世界共通なように、推しを推す、推しをめでる、推しと同じ言葉を、推しの言ってる言葉を理解したい気持ちは同じなわけですよ、全世界共通。もう推しの言葉が全世界共通語みたいなのがある。本当にいい世の中になったな。おい、なんかさ、アニメートとかにも推しのキャラクターと一緒に写真撮れるなんかそういうのないかな。はい、ということでごちそうさまでした。まああれですよね、急な予定変更は通常運転、予定変更というほど予定がない。どうもカオル TP です。まあいいや、美味しかったから結果的に。そんな感じでまあね、久しぶりの寒山市場にちょっとフラッとしたんですけど、思った以上に人が多い。カベギの店は私前並んだけどあんなに並ばなかったもん。ということで今回久しぶりに韓国の観光地の中の観光地、寒山市場の紹介でした。紹介っていうか紹介か。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。どこで撮れんの？ SMBTS シャイニー、シャイニーとも撮れんの？デビューしたての時やん、これ。あ、やばい、このナムさんやばくない？で、私的にはリーゼントのナムさんが良かったな。このジミンちゃんマジ可愛いんだが。え、じゃあさ、また2023年見ようよ。なぜかみんな年を取ると真ん中分けにしたがるよね。韓国男子あるあるなんだけど、ユンドゥジュンもあるよね。どういうこと？ユンドゥジュンいますけど。でも私はやっぱりデビューしたてのイモナ、はい、マンネと撮ります。すごい、私だけだとさ、これとこれと、え、すごいいい感じだな。あ、やだー、こんなの映ってた、ごめん、全部撮ってなかった。見てー、できました。